さあ、それではここで川崎フロンターレよりご来場の皆様にお知らせがございます。どうぞオーロラビジョンにご注目ください。86人と今シーズン最多のお客様で埋め尽くされた驚き競技場、そしていよいよ10月13日日曜日の対セレッソ大阪戦に向けたサポートビューチケットが絶好調販売中です。2002年川崎フロンターレサポートショップにより生み出された川崎フロンターレサポートビューチケット、もう皆さんもすでにお持ちのことでしょう。ご存知の通り、お持ちのサポートビューチケットは先日のアビスパ福岡戦だけではなく、来月10月13日日曜日の対セレッソ大阪戦のチケットにもなります。このサポートビューチケットで驚きを青く褒める作戦、それが驚き満員大作戦。本日も絶好調販売中のサポートビューチケット、こちらは10月13日日曜日の対セレッソ大阪戦のチケットとなります。このサポートビブチケットが昇格のかかった大一番の試合のチケットとなるので、10月13日日曜日の試合当日はこのサポートビブチケットをつかままで入場してください。さあ気になるお値段ですが、今回からセットではなく単品で販売を開始します。サポートビブチケット1枚1000円での販売となります。このサポートビブスは先日の8月1日木曜日開催された対アビスパ福岡戦にてほとんど完売してしまったため、あと400枚のみの限定販売となります。本日も絶好調販売中、販売場所はバックスタンドゲート9付近とメインスタンドゲート5付近のフロッターレショップにて、ベガルタ仙台やアルビレックス新潟のように驚き競技場をフロンターレブルーで真っ青に染めよう。そして必ず J1 昇格だ。2002フットボールトゥギャザープロジェクト驚き満員大作戦結構、今度こそみんなで驚きを満員にしよう。